どうもこんばんは、かせいすけです、えー。今日は2022年の、えー、9月23日の金曜日の午後5時15分というところでお送りしております。えー、っとですね、まあ、なんか1週間ぶりなんですけど、ちょっと久しぶりのような感じで今喋っております。えー、っと、今日はですね、まあ、ニュースという形でお話しするので、一つキーワードをちょっと考えてきました。えー、キーワードはですね、争点化するということ。 争点というのは争うに点と1点2点の点と書いて争点ですね争点化するということについてお話をしていこうかなと思いますこのお話はですねまいわゆるその政治問題という形で争点化していくことのま重要性というか考え方というかまそういったものをですね皆さんにま提案しつつ こういう考え方もあるということをですね、まあ、お話ししていこうかなと考えております。争、ま、点、あ、化と言われて、なんとなくイメージつく方もおられるかもしれませんが、えー、大体というか、ほとんど大抵の人はですね、争点化するということを考えたことはあまりないんじゃないかなと思うんですね。争、え、点、ー、化するということを具体的にどういうことかと申し上げますと、まあ、例えばですね、何かこう外国人と問題を起こすと、これはもう国際問題になるよっていう話を 話ととか聞いたことあると思うんです、ね、あの本当なんでもないこと、なんでもない小競り合いとか、なんでもない言葉とかが、ですねいや、そんなことを言ったら国際問題になりかねないとか、そういう言葉って聞いたことあるんですね、えー、あると思うんですね。で、その国際問題になるようなことをしてはいけないという話になったりとか、あの国際問題化するようなことをすると、あとあと大変だとか、まあ、そういうふうに考えるから、そういうことはやらないようにしようとか。 あのそういうことを、まあ、してはいけませんよという考え方がこう、まあ、世の中に周知されていくとか、まあ、そういうことっていうのがいわゆるその争点化するという考え方はそういうことなんだと思っていただければと思います。まあ、例えばですね まあ今私はカメにはまっていますよということはまあ知ってるとは思うんですけども最近はずっと金魚とカメの動画をずっと出しておりましてでこの金魚とカメの動画の方向性っていうのもですねいろいろ私なりに考えがあるんですけどまあ例えばの話なんですけどカメとか金魚のことをですねまああの捉えるときにやっぱり一つ大きなテーマとなるのがやはり環境問題なんですよね。 環境問題ですで。環境問題と聞いたときに、まあ、例えばその今、皆さん思い浮かぶのが多いんじゃないかなと思うんですけど、CO2 問題ですね。CO2 に関してはですねあの、よく環境問題として取り沙汰されるんですけども、これもですね、 争点ああ化する問題というかあのそこに一つ大きなポイントがあるということをです、ねまああのまあ、政治に、えー、興味がある方は、ねえー、CO2 問題として環境問題と考えた時に、まあ、すごくいかがわしいものだと考える人が、まあ、政治に興味がある人はいるんじゃないかと思うんですね。であの大体の人たちはです、ね、そのテレビコマーシャルであるとかいろんな企業とかのスローガンになっていたりとか まあ私からすれば、ですね、例えばその技術士の試験とかに関してあの、まあ、国家試験ですね、国家試験においてこの CO2 問題というのをきっちり考えていないと試験に通らないとか、まあ、そういう問題になっています。ま,あ、まさにこれがその CO2 を争点化するということに、まあ 大成功している例で、はないかと思うわけです、ね、で私はですね、あの立場上、あまり CO2 問題を反対することができないと言ってもいいぐらいのポジションにはいるんですけど、ただし、私の個人的な思いとしてはですね、この CO2 問題というのは、大変、まあ、いかがわしい争点化問題として、事例に挙げるべきではないかと考えているわけです。 まあ今日ですね、ちょっとたまたま YouTube の、あのーまあ、サムネしか見ていないんですけど、あのーまあ、皆さんご存知のひろゆきさんという方ですね、多分知らない人は、まあ、あの多分この動画を見ている人ではいないんじゃないかと思うんですけど、2チャンネルの創始者であるひろゆきさんという方が CO2 問題は、 その根拠がないということをですね、サムネに書いていたので、ああ、この問題を取り上げるんだと、私としてはですね、ちょっと着目したところではありました。動画は見ていないんですけど、CO2 は根拠がないっていうサムネを見たときに、大体その話の内容というのは私は頭にあります。 で、えー、どういう動画だったのかなというのを私が想像しますと CO2 が、えー、地球温暖化を誘発してで地球が温暖化することによって、えー、地球の温度が上がってで海面が上昇するとか、まあ、いろんな生態系に問題が起きているとかそういう話、えー、を、まあ、その根拠がないというふうに論破してるんじゃないかなと思うんですね、えー、それはですね、私もその通りだと思うんですよ。 というかまあこれはまあ私の想像で話しているので、本人がどのように論破されているか、あのー、どのようにえ論立てて話しているかは知らないんですが、ちょっとあえてまあ見てはいないんですけど、えー、あえて見てないというかまあちょっと見ていないんですけども、 えー、そそのの内容とといいうのはそういうはころじゃないかと思うわけですでなぜならばですねその地球が温暖化しているということと CO2 が増加しているということに因果関係が証明されていないからなんですね、えー、因果関係が証明されていないことをですねあのー、まあ、理由にいろんな取り組みをしているということ自体が、まあ、非常にあのおかしな話だと私,私としてはですね科学的にそう考えます。まあ、もちろん 例えば武田邦彦先生なんかがそう、まあ、おっしゃっていて、えーまあ、あの世の中の多くの人たちが CO2 を減らそうと言っているのに対して武田先生みたいな人が CO2 を減らすことに因果関係がないからそれは意味がないという人もいるわけですでそうなったときにじゃあどっちが正しいのかというのを判断しなきゃいけないんですねでそれを判断したときにあの武田先生の話の方が私としてはしっくりくるし、えー、正しいことを言ってるんじゃないかと思うわけです そうなった場合に、ですね、じゃあ実際にどちらが正しいかというのが、まあ、今はわからないとしたところで、ですね、あまりにも多くの人が CO2 を減らそうで g になっているんじゃないかと、まあ、非常に疑問に思うわけです、だから根拠がないんじゃないかって言われたことをですね、今、一生懸命やっているんだということなんですね、でこれは CO2 問題が非常に重要だという争点化がうまくいっているかそうなっているわけです。 例えばその国連が採択するとか、まあ、あのいろんな G7 とか G20 とか、そういう会議とかで CO2 を減らさなければいけないという、そういう争点がまことしやかにささやかれて、全世界の国民たちがそれに向かって動いているというような現実があると、それはそこを争点化することによって、そういう流れを作り上げたというわけですね。 だから、まああの、いろんなこともそうなんですけど世の中には物事には流れがあってでその流れというのができることによって例えば経済が動いていく国家が動いていくということはあの社会のまあ一つ大きなシステムだと思うんですけど、まあ、私からまあ言わせてもらえばですね、その流れというのを作った人がいると、そしてその作った人というのは何らかの利益を目論んでいると。 いうことが考えられるのではないかと、まあ、そういうふうに、まあ、うがった見方をするわけですね。で、まあ、CO2 問題を争点化することによって莫大な利益を上げている人たちが現実にいますよと、まあ、ちょっと私も詳しくはわからないしちょっと詳しく述べることはできないのですが理由があってできないのですが、まあ、しかしそういった環境問題を食い物にしている組織や、えー、国家あるいはまあそういう集団があるというのは えーまあ、私は間違いない事実ではないかと考えるわけです、でそれというのはですね結局、CO2 を全世界の人たちが一丸となって減らしましょうという問題を争点化してでそれをビジネスにしているということがあるからですね、だからこれは、その争点化することによるビジネス化ということなんですけど。 私が今回ちょっとお話したい内容というのは、争点化することによって、そしてあの、まあまあ、具体的に言うと、争点化をすることによって、政治問題化するということが、 え重要な、あのーまあ、一つ大きな動きになるのではないかということをですね、まあ、お話ししたいということになりますだからまあちょっとまとめますけども争点、まあ、化するというのは、まあ、CO2 問題を見ていただければ分かりやすいと思うんで CO2 問題に置き換えて話をしますと CO2 を減らそうという争点をぶち上げますと でその CO2 を減らそうという動きをぶち,ぶち上げることによって大きな流れを生み出してでその流れに乗って利益を得ようという、まあ、ある意味こう経済的なそういう思想が生まれるわけですねあるいはそういった方向性をもたらすことによって人の流れを作ってでそして人脈を作って、えー、その集団というもので、えー、行動を同じくしていくということはこれは 政治的な利益を生み出すということも言えるわけですね。だから CO2 というものを争点化したことによって利益と、そしてまあ国家の枠組みとかが実際作り上げられているというのは今の世界の現実でありますよということです。で、私からすればそういう争点化するということをもっとプラスな意味で利用できるということがあります。 それがですね、実は私が今回お話ししたい一番のポイントなんですけど、いわゆるその、賛成党現象というものがそこに乗っかってくるんじゃないかと思うわけですね。で、賛成党現象というのはですね、今年の7月の参議院選挙において、 まあ、かなり勢いをもたらした、えーまあ、日本の政治の世界に勢いをもたらした、まあ、大事件だったと私は思うんですけども、その大事件というのは、選挙が終わって、あのー、お疲れ様でした、じゃあまたっていう風になってるかというと、そうではなくて、えー、やはり脈々とですねそういった、まあ、目が、あのー、芽生えてきていると。 まあ、そういういいに私は実際考えています。でえーまあ、やはり今、YouTube 上においてですね、いろんな情報があるんですけど、まあ、特に参政党の、まあ、神谷あさんですね、えー、参議院議員になられてで松田学代表を、えー、代表者として据えて参政党という党が国政政党になったということ。 でこれによって、ですね、えー、実際、いろんなあの全国で本当に大きな帯同が始まっているというのが私の考え方というか、多分実際、それが本当だと思うんですね、まあ、ちょっと私も情報をあれからあんまり追いかけていないので、詳しい情報なんかはよくわからないんですが、例えばそのこの前の沖縄の選挙戦において、参政党議員の確か候補者が、えー、確か政治家として出られていたかなっていたかとか、そういう話もあったかなと思うんですけど、すみません。 細かく情報を知らないんであれなんですが、まあ、そういう形で、ですね、地方選挙において、もうすでに賛成党という、まあ、党がまあ躍進しているという現実がありますよとで、この賛成党という党のシステム自体がですね、あなたが政治をするんですよっていう考え方を、まあ、あの前面に出している党というところが。 この参政党という名前の由来の通りにあの皆さんが政治を実行するんですっていうそういう党ですね、えー、こういったものが今の社会現象に、まあ、少しずつ少しずつ大きくそして、えーまあ、着実なものとして成立しつつあるというところがあります。ですから、 私としてはですね、政治に参加する機会がこれからもっと増えていくんじゃないかなと思うわけですね。なんか今まではスルーしていたものが、これからはですね、スルーせずに引っかかってくるんじゃないかと思うわけです。で、まあ、今、政治に興味がない人でもですね、 いやおうなくというとちょっとあれかもしれませんがやはり政治問題というものに興味を持ち出すんじゃないか、まあ、政治問題というものに興味を持つのが当たり前化してくるんじゃないかというのが私の今後のまあ予想となっておりますなので、まあ、そうなった時に考えるべきが争点化という問題なんですね えー、つまりいろんな今までスルーしてきたようなことっていうのは結構大事なことではたくさんあると思うんですね。まあ、それで、えー、実際私が今回ちょっと自分自身で、えー、いろいろ試していこうと考えているですね。まあ、環境問題の一つとして 私がちょっと着目したいと思っているのは外来魚の問題なんですね外来魚というのはまあブラックバスのことですブラックバスが今日本のため池とか川とかに大量に、えー、まあ今生息していてそれが社会問題になっていますよとで社会問題になってるんですけど大きな運動としてちゃんとそれが取り立たされているかちゃんとそれが是正されているかというとどうなのかなと私は思うわけですでまああの今のですね この社会上において例えば魚を駆除するかしないかとかそういった問題というのはやはり物事の大きさ、まあ、つまり捉え方の大きさによってそういったとこ,ところは変わってくるわけですで私からすれば日本の河川やため池とかそういったものがそういう外来魚によって脅かされているというのはこれは私は国土の問題だと思うんですね つまり、参政党が掲げる国守りという問題に大きく関わってくる問題だと考えています。で、えー、その日本の国土をしっかり守る、美しい日本を守るという意味では、ですね、この外来魚の問題というのは、ものすごく大きなテーマではないかと私は思うんですね。で、まあ、特に私の身の回りというのは自然も多いし、そういったものの中で育ってきた人も多いので、えー、自然に関する興味というのは、多分たくさんの方がすでに持っていると思います。 でそれをでででですすすね、ね。化することが今まではできなかかったんです、ね、だから外来魚がとてもたくさんあの侵略していると侵略というとあるかもしれませんが外来魚が自分たちの国土を汚しているとでその外来魚が汚していることを想定化することが今まで機会としてなかった。 ととということだと思うこだ思んですね。えー、ですから、まあ、今回の参政党現象というものの中にはですね、皆さんの政治参加というものが、まあ、あのチャンスとしてかなり大きくあの含まれていると思うんですねだから、まあ、私としてはですね、この身の回りの小さな問題というか、まあ、身の回りの分かりやすい問題ですね、小さな問題ではなくて分かりやすい問題がまさにこの環境問題としての まあ外来魚の問題っていうところじゃないかと思うんですね。で、もちろん外来魚というと魚のことですけど、それだけじゃなくてですね、やはりミシシッピアカミミガメとか、カミツキガメとか、あと雷魚とかの、まあ、ラ魚は魚ですけど、そういった問題も、私としてはですね、これ、小さな問題じゃないと思ってるんですね。だから、そのあたりをですね、やっぱり政治問題にして、 で、多くの人で考えて取り組んでいくということが大事じゃないかなと考えております、まあ、そういったこともあってですねカメを飼い始めたんですよというのは、まあ、これは言い訳でなしにですね実際あのそれは本当のところでやっぱりあの外来魚の問題カメの問題そういったものを考えるにはですね、まあ、やはりカメのことを知らなきゃいけないかなと私は思いますなので私としてはですねカメの生態のことを調べようと思ってカメを飼い始めましたと言って いろんな目的がありますが、まあ、あの単に癒しだけではなくてですね亀を買うことによっていろいろ考えることができるのかなと思いますで皆さんもですね多分政治に参加するという考え方自体が本当に当たり前になってきた時に自分は何をすればいいのかっていうそういうふうな場面に出くわすことっていうのは必ず出てくると思いますでそうなった時に やはり争点化するという考え方を持っていることが非常に重要かと思いますので、まあ、私と一緒にこの外来魚の問題というのを、まあ、あの私の亀の生活とともにです、ね、一緒にの覗き見ていただければです、ね、考える練習になるのではないかと思っておりますまたそういった発信もです、ね、これからはしていこうかなと思っておりますので、まあ、亀の動画の方もぜひ見ていただければなと思いました。 はい、ということで、まあ、今回はですね、争点化するという話の中に、参、えー、政党のこれからのこと、そしてカメの飼育のことをですね、ちょっと絡めてお話しさせていただきました。はい、ということで、今回は以上になります。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。